日本群馬県桐生市元宿町元宿町は群馬県桐生市の町名。面積は0.33平方キロメートル。郵便番号は376-0027。桐生市の中部に位置する。末広町、宮前町、堤町、ともえ町とともに桐生市大八区に属する。東部はともえ町に、南東部は三原町に、南西部は清瀬町に、西部は 渡瀬川を挟んで、愛よ町に、西北部から北部にかけて、JR 両毛線、渡瀬、渓谷鉄道を境として、津美町、宮前町にそれぞれ接する。町内西部に、元宿浄水場、桐生市陸上競技場、桐生市消防本部、関東88カ所第9番霊場西岸寺がある。元宿城水場の水道資料館、食糖室、急速路舎場。 接合位、調整地は、1997年に、国の登録有形文化財となっている。かつての元宿村の中心部にあたる。1873年に、今泉村、堤村、元宿村、村松村が合併して、安楽戸村となる。1889年の町村静志向により、紀流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、 久方村平井が合併して、気流町が発足。安楽戸村は気流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、1929年に大技が廃止され現在の町名である、元塾町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。町内に鉄道駅はない。昭和通りと三原通りが通じている。ありがとうございます。